2001年4月に寿司三昧を開店。当初は事業を継続するか悩んだ時期もあったが、木村を動かしたのは築地に恩返しがしたいという思いだった。友達がね、マグロファンドっていうのを作ってくれて、ね、そのバブル時期でみんな大変なの、何百万何千万ってうちの口座に振り込んで、所さん使ってくれって持つべきやと思うです。ありがたかったです。まあそれでマグロを取り入ってアイルランドのスーパーマンの一番いいマグロ、今うちで使ってるマグロを見つけて、でそれをみんなに分けてお金も回収して、もう授業をやめて女房と二人で幸せに少しずつ屋台でも引っ張ってやろうと思ってたんですけど、まあそういう話があったんで、じゃあどうしようかって相談したんですけども、そしたら女房がね、それだけ人に頼られてんだったらやってもいいよって。以後東京都内を中心にチェーン展開し、寿司三昧を急拡大させている清村、その成功の裏にあった経営戦略に迫った。で築地に人を集めることを今やって、築地に集めるだけじゃなくて戦略、築地の魚を世界に売っていかなくちゃならない。そのためには24時間年中無休、だから成田でトランジェットして人がここへ来て食べた、朝アメリカへ、またアメリカから帰ってきたらここで食べてヨーロッパへ、それで世界に寿司ブームが起きて、寿司三昧もそうですけども、寿司ブームが世界にユネスコで和食となってますけども、寿司が世界にブームを作った。その16年前は世界に2300店舗ぐらいしかあのお醤油を使うお店はなかったの。今15万店舗、そのぐらいにもこの魚とか世界に対するブーム、だからあの日本の人たちもね、寿司だけじゃなくて私は農業もやってる、漁業もやってる、酪農もやってる、酪農っていうか畜産もやってる、もう海外にどんどん農家の人たち若者が出てね、海外と日本で両方でやるんだ。私はそういう形で世界85億とビジネスをやってる。まだまだ世界に必要とされるビジネスがまだまだいっぱいある。だからそういう若い人たちがね出て、海外と日本、もうグローバル、世界は一つなんだ、人類皆兄弟なんだ、だから本当にやってくれるんです。だからうちでも清村塾という学校もありますし、もう人を育てて、寿司三昧でもそうですし、お寿司屋さんで働く人のステータスを上げない、あと給与レベルも倍増して、もうパイロットとかお医者さんとか相手企業を務めるのか寿司三昧かというぐらいな寿司業界のレベルを上げていきたいというふうに思っております。